いやもうこの現場に来るのがすごい毎回楽しみで、監督はよく三人衆っておっしゃってくれたんですけど、エリナと小沢と村石はすごく役者としても同世代の人たちが集まっていて、本当に学校に来ているかのような感覚で話も合いますし楽しいですし、主演の春さんもうすごく現場を盛り上げてくださる素敵な女優さんだなと思いましたし、瀬戸さんも含めたこうキャンプでの撮影とか特に本当に青春したなって思います、本当に終わるのが寂しいぐらいこの現場は僕はすごく楽しかったですね。なんかすごく一匹狼なのかなって最初思ってたんですよ、村石って。なんかトーンも低くて不愛想なのかなと思ってたんですけど、監督と初めてお会いした時にこの人の見た目だけを重視して評価する人間がやっぱり人は外見じゃなく中身なんだっていうことに気づいていき、人として成長していく村石くんであってほしいってことを監督に言ってもらったので、そこを全うしようと思いました。すごく視聴者もこうとっつきやすく感情移入しやすいような素直な村石でありたいっていうのはものすごく意識していたので、好きだったら好き、振られたら諦める、でも悔しいみたいな、そういう喜怒哀楽を目とか表情とか仕草とかでうまく表現しようっていうのはすごく意識しながらやりました。自分が違ったことをすれば監督はすぐに修正してくれましたし、逆に僕が持ち寄ったアイディアを監督がそれいいねって言って採用してくれることもあったので、なんか一緒に村石っていう役を監督と現場の人と一緒に作り上げていった感じがして、すごくやっててめちゃくちゃ楽しかったですね、これは監督と初めてお会いした時にも相談したんですけど、やっぱ居酒屋とかのシーンはすごく個人的にはやりやすいです。でもそこまで行く岡部さんが変わっていく様を見た時の村石の心の変化っていうのは結構自分でも悩んでるんですっていうお話をさせてもらったので、そこはちょっと出来上がった本編を見るのが怖いぐらいどうなってるのかなっていう不安は今でもありますね、絶対キャンプですね、なんか意外とこうみんなが集まるシーンってそこまでなくて、青空の下でなんかみんなのプライベートの話とかこの作品についてとかたくさん喋ったり一緒にご飯を食べるしたことが僕の中でものすごく思い出に残ってます。あのキャンプにはもう岡部さんを落とす、告白するっていう気持ちで臨んでいたので、二人きりになった時の空気感とか言葉遣いとかすごく間とかも意識しながら、僕はあのシーンすごく個人的に好きで、すごく自分なりに精一杯演じれたかなと思います。積極的に話すタイプの方ではないのかなと思ってたんですけども、いざ現場に入ってみると本当に明るくて、移動中は何されてますかとかで僕に振ってくれたと思ったらこう他の方に聞いてたりとか、本当に司会者みたいな回しっぷりで惚れ惚れしたというか、人としても素敵な方ですし、もちろん女優さんとしても共演してみてたくさん学ぶことがあったので勉強になったなと思います。瀬戸さんはあの現場で僕のことずっとムーちゃんムーちゃんって呼んでくれて、本当にねもう会えないのが寂しいぐらい本当に頼もしい素敵なお兄ちゃんでした。やっぱり岡部さんを取り合う間柄だったので、カメラ回った時はもうこうビシッと目線をこうバチバチ交わしたりとか、逆にこう一緒のシーンとかで段取り終わった後に瀬戸さんが村石くんがこう動いた方がいいんじゃないですかみたいな提案を監督にしてくださったりとか、自分だけじゃなくて相手のこともそうだし、こう空気全体を見てお芝居をされてる方なんだなっていうふうに思ったので、自分もいつか年を重ねた時に瀬戸さんのような役者さんになっていたいなと思いましたね。原作者の水野さんが出された夢を叶えるぞっていうのは僕が人生の中で一番読んだ本なんですよ。だから今回ものすごくオファーをいただいた時に運命的なものを感じて、何よりこう恋愛が下手な30近くの女性が一人の家
方の助言によってここまで人は変わるんだぞっていうのと、人を本気で好きになった時の人の感情の変化、行動の変化、見た目の変化っていうのをものすごくコミカルにかつファンタジーに描いている作品だなっていうふうに思うので、あとは僕たちが出てくるシーンはなんかどこかもう何も考えずにリラックスして見れるような楽しいシーンになってると思うので、まあ、いろんな登場人物いますけども、僕はこのキャラクターが好き、私はこのキャラクターが好きっていうのを思い浮かべながら、なんかこの作品を毎話毎話楽しんでもらえたらなと思います。絶対にマイケル・ジャクソンですね。僕がダンスを始めた頃すっごく DVD を見漁ってたっていうのもありますし、曲も聴いてたし、できることなら一回マイケルのダンスを生で見たいっていう夢があったので、叶うならば僕はマイケル・ジャクソンに会いたいです、はい、村井主役を演じました佐藤大樹です。 Amazon プライムビデオでぜひご覧ください。